岩田さん、音符、サイレントニームーンさん、ハート、ツーリンダルマさん、おお、何これ、アイスクリーム、ソフトクリームか。そして、ウンティーゼルノさん、バラ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、暗くして、わかる、なんか可愛いよねありがとうございます。今日はお茶をぶちまけて、プロ野球チップスのカードがこうなりました。後でくっつけよう。まあまあまあ、ということで今日はね、お休み配信ということで、なんかなんて言うんだろうか、これはね、これはドラゴンズの D ビシエド選手と、これ一発で出たんです。すごくない？菅野投手、ジャイアンツです。キラキラカード。そう、ハルピョンと一緒に開けたんですけど、これハルピョンと一緒にせーのって言ってバンってやって、これ出て二人でめっちゃ騒いでました。そう、すごいよね、これはなかなか出ないわ。いや、集めたくなってくるよね、こういうの見ると。だってプロ野球チップスってさ、プロ野球チップスに限らず、すごい、ね、カードって集めたくなりますよね。わかりますか？いて、今日は、選手にカードにサイン書いてもらうのが趣味。それは楽しい趣味だ。楽しい趣味だ。うん。いいですね。それは今そんなにカードでかいんだ。ちっちゃいんですか普通は。これはね、どんぐらいだろう。スマホに重ねるとこんぐらい。本当何センチぐらいだろう。7センチぐらいかな。うん、そうなってしまったら、なんかでもやってみたいですよね。ホークスの選手が出るまで帰れませんみたいな。カレンちゃんとレアカード、レアカードが8枚出るまでみたいな。今日はお休み配信ということで、ギターをゆっくり弾こうかなって思ったんだけど、どうかな。今日はようやく、ドラゴンボール
場版2022年公開決定。見たーい。私割とドラゴンボール好きなんですよ。実は。すごい。歌声聞きながら。ドラゴンボールで好きな人は誰ですか？私は、でもクリリン割と好きですけどね。面白いですよね。でも前ブルマちゃんがすごい可愛くて好きでした。あ、チャオズ可愛いよね。わかる。かわいいよね。マサさん、レインボースター、ありがとうございます。あと、なんだっけ、違う、最近でもないけど、ね、なんだったっけ、海王星様みたいな人いますよね。違いますか？そう、かわいいなって思ったキャラクター。普通になんかすごい可愛い、なんか全部取り仕切ってる、可愛い顔で全部取り仕切ってる人いますよね。人っていうか、なんかよくわかんない、海王様かな。なんかすごい評価、標準可愛いかな。可愛いです。私は評価は可愛いか可愛くないか、そういうことよ。あ、ちょっと待ってくださいね。充電を見てよろしいですか？一瞬充電見まーす。止められても、今のなんて言うんだろう、配信プーは可愛いよね。わかります。苦情とか来ないの？あのね、ジャカジャカ鳴らさないからあんまり聞こえないっていうか。プーアルは可愛いよ、マジで。私プーアルで、あのプーアル茶って、中国じゃない、中国だっけ、プーアル茶ってお茶、あの中華のさ、名前つけられてるじゃないですか、結構中華っぽいっていうかね、わかりますか？ケンさん、クラッカーありがとうございます。そうそう、それでプール茶って、このプール茶かって思った。このプール茶かじゃなくて、中国のお茶なんだって思った。なんかないかな、これでいいか。あー、どこだ。あと10分。
君に出会えた奇跡、惹かれ合った心、草原に草原に風が吹いた、愛しい人よ。ちょっと省略版で、どんな普通の出来事も意味があるってことなんだ。過ぎる日々の全てのことに感謝の気持ちを捧げよう。文字がデサンスンチさん、ダーチンジファーさんだっけ、ミラーボールありがとうございます。ジュダさん、食べてスタンプありがとうございます。何これ、これは何だろう、アイス、すごくエモい、ありがとう。いっちゃんさん、つもでかせさん、音符ありがとうございます。夜風、ちゃんさん、食べてスタンプ、山田さん、バラ、山田健介さん、クローバーありがとうございます。オレンジ色の三日月が会長さん、音符、つむじかちさん、音符、ダーチンシフィファ
ボールありがとうございます。ダルさんパチパチスタンプ、アナさんパチパチスタンプありがとうございます。さあ母の日ということでこの曲も、いてくれたからどこまでも歩けたんだ。辛い時は振り返ってその姿を確かめた。あなたがいてくれた諦めずやってこられた。私にとってあなたはずっとそこで優しく見守る。お時間なのでランキングを読もうかな。ダーシンディファーさん、ミラーボール、イタルさん、ハート、つもじかぜさん、音符ありがとうございます。カバキツさん、音符、アイスカフェ、リランチューさん、ミラーボールありがとうございます。ということで、こんな夜の配信に来てくださった皆さん、ありがとうございました。ということでランキング見ますね。13位マサさんありがとうございます。12位ハリーベルさんありがとうございます。11位いっちゃんさんありがとうございます。10位ジョークスノーさんありがとうございます。9位、ちょっと待って、時間マジでやばいかも。9位伯爵さんありがとうございます。8位ココさんありがとうございます。7位岩田さんありがとうございます。6位ツーリンダルマさんありがとうございます。あと30秒あるわ。
5位ジュダさん、ミスさんのありがとうございます。4位 MT ゼラナさん、ありがとうございます。3位アヌさん、ミスが最高、ありがとうございます。2位つむじかぜさん、ありがとうございます。1位ダーシンヒファさん、ありがとうございます。それでは2286人の皆さん、本当にありがとうございました。ということで本日も終わりたいと思います。明日もいい一日をお過ごしくださいませ。ということで終わります。バイバイ。